はい、で、あら、綺麗じゃないこれ。どうも、35歳独身です。今回は35歳独身の作る塩焼きそばです。これはもう35歳独身の味がします。ダメだ、テンションが戻んねえ。さっきのローテンションから戻んないですね。ちょっと飲みすぎちゃいまして、私反省しております。35歳独身なのに飲みすぎちゃってね。今回は自己シリーズでございます。ダメだ、こんなんじゃチャンネル登録解除されちゃう。もっとお兄さん感出さないと。出すぞー、リュウジです。あああああ、うん、はい、ということで、うん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 、リュウジです。今回は本気を逃した35歳独身が作る至高の塩焼きそばですね。これはもう一生一人でいいかなって思う味がするのでやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、材料説明していきたいと思います。まず豚バラですね。まあロスとかでもいいんですけども、まあ豚バラの方が脂が出ていいかなっていうふうに思います。蒸し麺ですね。焼きそば麺です。僕いつもマルちゃん使ってるんですけども、マルちゃんの焼きそば麺を使います。今回は具材として玉ねぎ、人参、キャベツ、ニンニク、あと長ネギ、あるいはレモン、生のレモンがいいんですけども、なければ液体になってるレモン汁でも大丈夫です。そんな感じですね。ということで、まあ、至高の塩焼きそばを作るにあたってですね、非常に重要なことがあります。テンションですね。やっぱね、料理はテンションが一番大事なんです。テンションが低い状態で作った料理はね、料理もテンションが低いんです。ということでですね、テンションを上げる作業に移りたいと思います。ということで、私一番になっていきたいと思います。いただきます。かー、やっぱこれがねえとな、やってられないですよ。飲まないと。やっていい？いいじゃん。まずね、長ネギ切っていきます。ネギはね、これね、ネギダレにするんですね。これね、ネギダレにするんでみじん切りにしていくんですね。で、これね、僕はね、塩焼きそば作る上で一番重要なのはタレだと思ってます。なんで、タレをね、今から作っていきます。で、これね、このタレはね、ネギ塩ダレ。塩焼きそばなんで、やっぱね、このね、ネギの風味の効いたね、焼きそば、これがうまいんですよ。僕のイメージすんのはね、僕の中で一番至高な焼きそばはね、山陽のね、ネギ塩カルビ焼きそばだね。カップラーメン、カップ焼きそば、あれが俺の目指す塩焼きそばの味なんですけども、あれはほんとうまい。長ネギをみじん切りしたのをこのボウルにね、ボウルに移していきますよ。これネギダレになるんでね、ここにお酒、まあこれ料理酒でもいいんだけど、もう僕はいつも清酒使ってるんで、はい、これ大さじ2杯のこれで、香りをつけていきます。そしてね、黒胡椒ですね。塩焼きそばはね、黒胡椒効かせた方がうまいんで、まあ思ってるね、2倍ぐらい。そしてソーミシャンタンね、僕よく使うんですけども、ソーミシャンタンを小さじ半分ぐらいですね、はい、入れます。はい、そしてですね、ナンプラー、塩焼きそばにはね、ナンプラーめっちゃ合います。これね、小さじ2杯、はい、入れます。これがね、この塩焼きそばね、このナンプラーめっちゃ合うんで、やってください。これは、そしてごま油です。ごま油がね、小さじ2杯ね、目分量でちょっとね、小さじ2杯ね、これぐらいかな、はい。で、おろしにんにく、で、これね、1個入れるとあまりにもにんにくにんにくにんにくになっちゃうんで、こうやって、半量入れます。これぐらいかな、トントンと。はい、塩焼きそばにはにんにく入れてください。そしてここに、さらにナンプラーって塩味強いんですよ。醤油より塩分強いんですよ。だからその塩味の角を取るために味の素2振りします。これ決め手です。はい、味の素はね、こうやって使いこなすとめちゃめちゃ料理幅が出るんで、これはね、マジマジしていく。マジマジ、全部ね、溶けきんなくていい。ソーミシャンタンとかね、絶対溶けきんないので、ちょっと混ぜ混ぜしておく。このネギダレ、最強のやつです。じゃあ他の材料切っていきたいと思います。玉ねぎね、玉ねぎはどうしようかな、これはこんな感じで切るかな。はい、こんな感じでスライスというよりはちょっとこう小切りです。はい、そしてレタスですね。はい、これを切っていきます。はい、そして人参なんですけども、人参はね、
できればね、ちょっと細く切りたいですね、焼きそばの場合はね。だからこうやってスライスをしていって、スライスをしていって、こんな感じでね、ちょっと千切りっぽくするんですね。そうするとね、人参の甘みと香りと彩りですね。やっぱね、塩焼きそばね、ちょっとね、赤みが入った方がすごくね、爽やかに、ね、見えますんで、彩りね、結構大事です。はい、彩りのためにために入れます。はい、そしてリモン、はい、リモンです。はい、これ切って、レモンはね、まあ、八つ切り、うん、で結構ね、今回はレモン肝になりますんで、まあコンクタイ風でもいいんですけどね、まあまあまあね。で、あと豚バラか、僕はハサミで切ります。もうなんかまな板に乗せるのがね、まな板に肉乗せると入念に洗わなきゃいけないから、今日はね、こうやってハサミで切っちゃうな。はい、バラにはね、塩コショウと塩コショウ軽く振って、で、片栗粉を、まぶします。これなんで片栗粉をまぶすかっていうと、豚バラってそのままね、炒めても全然美味しいんですけども、ちょっとカリッとしがちなんですよね。豚バラに片栗粉を、振っておくと、水分がね、飛ばずにですね、ちょっとふっくら仕上がるんですね。はい、なんでちょっとこうやって一枚一枚ちょっとバランバランにしといて、小さじ1半ぐらいですかね、これをね、まぶしておくと、これ非常に重要かなっていうふうに思います。なんでこうやってちょっとこうね、お肉には片栗粉で、これはね、片栗粉入れると、後でね、ネギダレを入れた時にお肉の片栗粉がね、溶け出してね、ちょっととろみのある、だから麺に絡むようになるんですね。なんでそういう効果もあります。柔らかくするのと、ソースに濃度をつけるっていうような2つの役割がありますんで、これはね、忘れずにやっていただいた方がいいかなって思いますね。お、だんだん料理研究家に戻ってきましたよ、私。はい、じゃあやっていこう。焼きパートですね、焼きそばなんでね。まずフライパンにですね、サラダ油、ちょっと多かったな、まあ、今回小さじ2ぐらい入っちゃいましたけど、もうちょっと少なめでいいです。これね、麺を焼いていきます。十分に温めるんですね。十分に温まりましたら、まずね、焼きそば、まあ、これね、至高の焼きそばの回でもやって言ったんですけど、焼きそばなんでこれね、焼いてください。これね、別にほぐさなくていいです。焼きそばの表面に焼き目をつけて香ばしさを演出していくという、そういう工程になります。これをやるとやらないと結構ね、味が段違いなんで、塩焼きそばはね、香ばしさをプラスした方が僕は美味しいと思いますんで、こういうちょっと焦げてくるじゃないですか。ここがね、すんごいいい香りがすんの。まあまあ、まあ、両面でパリッと、こういう焦げ目がついたら、こういう焦げ目がついたら、まあ一旦ね、バットに寄せます。はい、そしたらですね、この状態で豚のバラですね、豚のバラはね、ちょっとね、広げながら焼きましょう。そうするとね、豚バラが縮こまんないんでね。はい、こんな感じです。で、表面ね、パリッと焼いていきます。はい、つけたら、ここでね、人参を投入する。人参はね、結構ね、焼かないとコリコリになっちゃうんで、最初人参で、絡めていく。はい、そしたら、玉のネギです。これもね、甘みと、香りがついてきますので、入れていきます。で、油を吸って透き通るぐらいな感じになりましたら、人参はいい感じにちょっとしなっとなってきて、玉ねぎが透き通ってきましたね、こうやって。はい、透き通ってきたら最後にキャベツです。だからね、お野菜もたっぷりなんです、これは。で、火加減はね、中止ね、中火ぐらいで大丈夫なんでね。で、これで炒めていきます。キャベツもね、若干しんなりとさせますよ、これね。ほら、もう色合い綺麗じゃないですか、これ。そしてここにですね、塩だれ、麺に入れる前に塩だれ入れます。これなんでかっていうと、これナンプラーが入ってて、結構ね、ナンプラーの独特な香りがあるんで、これね、炒めることによってね、なくなります、これ。だから、麺よりも最初に入れる、これね、結構重要です。で、そうするとどうですか、豚バラのね、この片栗粉のとろみがちょっと溶け出し、ちょっと粘度を持ってくるんですよ。で、ここで、先ほど炒めた麺、
麺はね、もう炒めて、火は通ってあるんで、あとはね、もう絡める。最初に炒めたじゃないですか。だから水で戻す必要がないんですよね。もうね、麺はね、いい感じ戻ってるんで、あとはタレと絡めたらもうね、あの完璧で、ここでね、最後の最後です。すりごま、ごまの感じがね、絡まるとめちゃめちゃうまい。あ、大さじ1ぐらい、ね、僕の手でやっちゃってますけども、大さじ1ぐらいです。これぐらいかな。で、これを全体的に絡めると。はい、このね、ごまが絡まったね、焼きそばっていうのはもうマジうまいんで、これはこの感じですよ、皆さん。そしたら持っていきます。麺ですねを、よそっていきます。こんな感じね。香りがたまらんな。はい、じゃあこれですね。はい、で、あとはね、具材をね、ちょっとこうちょっとこう、全体あしらいますね。あら、綺麗じゃないこれ。最後にね、レモンですね。なんでレモンのさっぱりとした香りってすごく大事なんで、まあなければね、レモンコクとかでもいいんですけども、これを入れます。で、ちょいと上から黒胡椒パラパラと、はい、やるとより見た目が良くなって、サムネ映えして、再生数が上がります。じゃあこちらですね、今日の塩焼きそば完成です。ということで、できましたので食べていきたいと思います。食べたたかんさーさーす。あー、じゃあいただきます。うわ、うまみじゃねえかこれ。うまみがすごいですね、やっぱね。ナンプラーやってるからですね、これはね。でね、そのままでも美味しいんですけども、レモンでやっと完成すると思います。これはレモンかけたバージョン。うまっ。ずっとこれ食いたい。ずっとこれでいい。こんなうまい焼きそばあるかね。ちょっと今ビアガーデンを開くんで来てください。よいしょー。ビアガーデン特製焼きそばです。いただきます。うん、塩焼きそば好きっすけど、多分今まで食った塩焼きそば多分一番うまいと思う。うまっ。うまいでしょこれ。今回はまあ酒飲みっぽく結構濃い味にしてあるけど、塩分気になる方はナンプラーちょっと減らすと、もう普段の食事もめちゃめちゃ美味しいんで、俺ね、バーベキューでやりたい。炎天下でこれ食べてね、やばいよ。ほぼほぼ夏になってる、体が。ということで、皆さん、この塩焼きそば、もちろん家庭でやっていただいてもいいですし、外でやっていただいてもいいと思いますので、ぜひ皆さん、やってみてください。皆さん、最高。最高。最高。天元突破。売れなかった。昨日、ちょっとね、家で飲んでたんですけど、哲也と達也を、俺を残して帰ったんで、ちょっと、達也に至ってはね、俺が飲み終わる、ね、6時間前ぐらい帰ってたっていう。本当に信じられない。あれから人間不信になりました。